はい、おはようございます。島津でございます。皆さん、本日はですね、デッドスペースリメイクの最新情報が入ってきたんで、そちらについて軽く話していきたいんですけど、今回話していく内容は結構いい内容です。はい、これまでにですね、デッドスペースリメイクどういったね改善が旧作に比べてされてるかっていうことが、まあ、たびたび発表されてて、例を挙げると大幅なグラフィックの改善、ゲーム内の音響オーディオ面の全面的な改善、無重力空間でのスラスター機能を導入したことによる自由な移動システムの導入、よりリアリティのある V 欠損の表現、ここに関してはね、ちょっとね記憶が曖昧なんで、もしね間違ってたらすみませんけど、まあこれらの発表がされてたんですけど、この度また新たに、リメイクに追加される新システムが導入されることが、発表されました。そのシステムの名前はインテンシティディレクターといったシステムになります。このシステムってどういったシステムかというと、まあ、プレイヤーの方にガッチガチの恐怖を体験してもらうためのシステムになっておりまして、簡単に言うと恐怖演出のランダム化です。基本的にゲームっていうのは敵の配置やアイテムの配置が固定されてたり、もしくはまあ一定の確率とかで敵の配置が変化したり、アイテムの配置が変化したりするランダム要素を含んだ、ゲームっていうのがあって、デッドスペース、旧作のデッドスペースに関しては前者の固定化されてるゲームに当たるはずです。微妙にね、出てくる位置とかが変化する感じはするけど、そこまで大きくはね変化しなかったっていう印象があるんで、まあ、今回ね前者って話させてもらうんですけど、今回のこのインテンシティシステムは後者のランダム要素をより細分化したシステムになっております。公式のね記事に挙げられていた例を挙げるとですね、パターン1としてはアイザックが、そうだね、通路を歩いてて横にダクトがあるとしますよね。でそのダクトからドタドタって音が聞こえて、そのダクトの方に近づいていくとダクトが割れて、そっからネクロモーフが現れて襲ってくる。パターン2はアイザックが歩いてて横のダクトから音が聞こえてきたと。で近づいていくと、でダクトがバカンって割れました。ネクロモーフ出てくるかなって思ったらネクロモーフは出てこないパターン。でパターン3としてはアイザックが道を歩いてて、でダクトから音が聞こえてきて近寄ってみたんだけど何も反応がなくて、でそっちに木を取られてたら床下からバンと出てくるパターン。今挙げた敵の出現パターンや、あとそのね音とかの演出、これが各プレイヤーでランダム化されてて、毎回プレイするたびに全員違う演出を受けられるみたいなんですよね。でしかもこの演出パターンの種類なんですけど、今言ったその音とか敵のスポーンだけではなくて、光とかあと石村の、そうだね、戦艦から吹き出てる蒸気とか、あ、戦艦じゃないね、ごめん、採掘船だったね、まあまあまあいいや、そこはごめんね。まあそこからね出る蒸気とか、そこの演出も加わってくるみたいで、さっき言ったパターンに、そうだね、蒸気も加わって、敵が出てくる前に蒸気をブッて吹き出してね、フェイントをかけてちょっと油断してる時に次にネクロモーフがバンって出てくるとかね、そういったパターンも加わる。あと照明ね、照明も加わったりして、この組み合わせの総数がですね、今言われてるのが1200種類かな。1200種類以上の恐怖演出が、まあ、プレイヤーを襲ってくると言われています。このシステムはね、とてもね、まあ、個人的な感想なんですけど、ありがたいシステムで、特に旧作のデッドスペースをやり込んでる古参勢にとっては大きなね恩恵がありそうです。旧作のデッドスペースをやり込んでる人たちは、 あそこで何が出てくるな、ここで何が出てくるなっていうのを覚えてるはずなんで、まあ身構えることができるんですよね。でもこの
インテンシティシステムがあれば、ね、予測不可能の展開が待ってるんで、やり込んでた人にとっても想定外のことがね、多々起きるから、常に新鮮な気持ちで遊べるんで、これはすごい売りの一つだと思います。もちろんね、新規でこのゲームを遊ぶ人たちにとっても、このシステムはね、大きな恩恵があるんですけど、よりね、大きなね、恩恵があるのは、このゲームを熟知しきったね、古参勢じゃないでしょうかね。新鮮な気持ちで改めてリメイクで遊べるんで。はい。そしてこのね、インテンシティシステム、まだ特徴がありまして、まあ今言った通り、ランダムで、まあ演出が行われるってことなんで、下手したら、怒涛の、驚かしラッシュがね、訪れるかもしれないんですよ。それが続いたら、皆さんはね、やっぱり精神が疲弊しますよね。俺みたいに、キチーとかね、バカとかクソとかね、すごい、言いたくなる気持ちにね、なってしまうと思うんですよ。でもね、安心してください。実は、このシステム、そういったね、怒涛の連続での脅かし要素が発生したら、それを、プログラムが、感知して、緩めてくれるんですって。精神のね、休憩の時間をね、与えてくれるみたいなんですよ。山あり谷あり、なんて言えばいいかな。緩急ですかね。緩急をつけて、常に絶妙な恐怖感を維持させて、プレイさせていくっていうのが、もう一つの特徴になるみたいです。はい。以上がですね、今回新たに発表されたシステム、インテンシティディレクターの、内容になります。いかがだったでしょうか。ね、今回ね、インテンシティディレクターのね、発表があったことによって、まあ、今のね、説明聞いてて、古参勢の人もちょっと、おーってね、こう、テンションが高まったんじゃないかと思うんですけど、自分もね、そのうちの一人です。そしてね、こちらのゲームね、発売が来月なんですよね。来年の2023年の1月の27日でしたかね。その日に発売になります。ただね、大体の人は知ってると思うんですけど、カリストプロトコル事件があったのがあって、まあ、その影響が派生して、こちらの、ゲームもね、国内で発売されるか怪しい状況になっております。現時点ではね、公式の発表によると、まだセロの審査中とのことで、審査が降りてないと。審査結果が降りてないと。いうことで、審査結果が降りたら正式に発表しますと言われてるんですけど、なんかもう正直で結果は見えてるなというのがあるんですよね。それ、デッドスペースに近かったカリストがああなったんで。だから、国内のね、販売に関してはあんま期待しないで、今のうちに、そうだね、海外版を買えるルートっていうのを事前に確認しとくと、スムーズに購入できると思うんで、ね、このゲームが欲しいって思った方はね、購入できると思うんで、今のうちに調べておいた方がいいと思います。もう自分もね、ちょっと、購入ルートの方を、確認してる感じです。はい。ということで、本日は、デッドスペースの公式から、新たな、システム、インテンシティディレクターっていうのが発表されたんで、それについて、話させてもらいましたけど、これにて、終わりにしておきたいと思います。今回ね、話した内容はね、国内の記事と公式ページの方で、確認した内容だったんですけど、全部は全部ね話せてないんで、もしね細かい内容が気になったら、概要欄の方に URL 貼っとくんで、よかったらね、そちらを見てみるのもいいかと思います。はい。それでは、島津のデッドスペースの最新情報になりました。またこんな感じでいろんなね、ホラーゲーム関連とかの、最新情報を上げていくんで、よかったらね、また見に来てやってください。それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。